平野ノ仕様の枠売れ、衝撃。ナンバー、アイ、トゥーヒーローズの新たな展開にファン歓喜。4年以上にわたり、音楽業界の変遷とアーティストの台頭を見てきた中で、驚くべき出来事に遭遇しました。それは、2バイト所属のダンスボーカルグループ、ナンバー、アイが、平野翔さん、神宮寺優太さん、そして岸裕太さんによって結成され、NHK の音楽番組、メニュー101。 でのテレビ初出演を果たした瞬間でした。その一瞬の舞台裏には、驚異的なデビューという成功がつながっていたのです。この出演をきっかけに、同番組の視聴率が急上昇し、もう一の存在が一躍注目を集めました。彼らの音楽は若者たちだけでなく、幅広い層に支持され、その独自のスタイルと才能によって音楽業界に革命を巻き起こしています。最新作 EP5 は、 音楽配信サービスで圧倒的な成功を収め、デイリーアルバムランキングなどで3部門1位を獲得しました。ファンからの熱狂的な指示により、この EP は単なるアルバム恋ではなく、真の音楽の宝石として扱われています。各曲が異なる魅力を持ちながらも、統一感のあるアルバム全体を構築し、ノイチのメンバーたちの独特の音楽性とパフォーマンス力が効くものを魅了し続けています。EP の成功は、 ノーイチが音楽シーンにおいて本格的な存在感を示し、今後の活動に期待が高まっていることを証明しています。その影響は国内だけでなく、世界中に広がり、彼らの音楽は新たなファンを獲得し続けています。さらに、ノーイチの成功は国内外の注目を浴び、歌詞サイト、ジーニアスが報じたことでも証明されました。ジーニアスジャパンは、 ナンバーアンダーラインアイのシングル EP がジーニアスホットトップ10ゼロのトップ10入りを果たし、日本人アーティストとしての快挙が話題となりました。特に1位のゴーや2位のブロイワカバーなどの楽曲が日本の音楽シーンに大きな影響を与えていることが証明されました。ジーニアスジャパン自体もこの快挙に対する喜びと感謝の気持ちを示し、ゴートギーニュースや ジーニアスナンバーワンなどのハッシュタグを用いて、ファンと共に喜びを分かち合いました。また、ジーニアスの韓国版であるアスコリアもナンバーアンダーラインアイに対する祝福の声を送り、彼らの成功が世界中で注目されていることを示しました。この驚異的な成功により、ナンバーアンダーラインアイは新たな不き風を日本の音楽シーンにもたらし、世界中での活躍がますます期待されています。2日のベニュー101では、 他のボーイズグループとのクロストークやダンスパフォーマンスが披露され、視聴者を魅了しました。しかし、その一部のパフォーマンスには、口パク疑惑が持ち上がり、SNS 上で賛否両論が巻き起こりました。一方で、プロダンサーさえもうならせるほどのダンスのクオリティは高く、口パク疑惑が話題になったことも、彼らの注目度の高さを示すものと受け止められるでしょう。その後も、ナンバーアンダーラインアイは話題にことかず、 ジーニアスジャパンやジーニアスコリアからの祝福、世界中での注目を集め続けています。彼らの登場はまさに音楽シーンに革命をもたらし、今後の活躍がますます期待されます。ファンや視聴者は、彼らの未来にさらなるヒット曲、壮大なパフォーマンス、そして世界中の熱狂が待ち受けていることを楽しみにしています。ナンバーアンダーラインアイの成功は国内外で広がり続け、 その波は音楽シーンを常に新しい次元に導いています。もう一の物語はまだ始まったばかりであり、彼らの未来がどのように広がっていくのか、ファンととも。